ねえ、リナ、今すぐ結婚式は中止にして。幼馴染からのお願いでももちろん聞いてくれるよね。え、いいから早く式場に連絡して。今すぐあんたも中止にしてよ。いきなりなんなのよ、ヨウくん。式を中止にってそんなのできるわけないじゃない。できなくても中止にしてよ。私の結婚式は中止になったのに、リナだけやるなんてずるい。私たちは小さい頃から何でも一緒だったでしょ。だから、リナも結婚式を中止にして。ちょっと待って。ニオコ、あなたの結婚式って中止になったの？そうよ。ついさっき彼から中止を言い渡されたの。彼と結婚式はあげないって。それどころか、結婚の話も白紙にしてくれって言われたの。急にどうしたのよ。ニオコの結婚式するんだって言ってたじゃない。それが、友達みんなに断られたせいで思い切りの式ができそうにないの。そしたら、新郎のゆうきくんも、この状況じゃ結婚できないって、私友達だけじゃなくて新郎にも捨てられたの。みんなに断られたってどういうこと？みんなみたいに友達に協力してもらって安く済ませるつもりだったの。カメラマンもパティシエもお花屋さんも、ネイリストもヘアメイクも全部友達にお願いしたの。なのにみんなタダでやるのは嫌だって断りやがったのよ。それを彼にも愚痴ったら、非常識すぎるよって、私のことを怒り出した。それでそのまま喧嘩になって、婚約破棄になっちゃったの。なるほどね。そういう事情で結婚が白紙になったのね。なんで私だけこんな目に遭わないといけないのよ。あんただって友達を頼って結婚式あげるくせに、これだとおかしいよ。確かに私たちも友達に頼るけど、安く済ませようなんて思ってないよ。知らない業者にお願いするより、信頼する知り合いにお願いしただけ。料金はその分むしろ多めに払うつもりでみんなにお願いしているの。そうなの？そのおかげなのか、皆さん快く引き受けてくれたし、準備もすべて順調。来月の結婚式は予定通り行うつもりだし、中止なんてしないからね。そんなのダメ！今すぐ中止にして！ この状況で結婚なんて空気読まなさすぎ！私の気持ちも考えてよ！それを言うなら、ようこも私の気持ちを考えてよ。幼馴染の結婚式を自分のわがままで中止にしようなんてありえない！うざい！あなたはいつもみたいに私の言うことを聞いておけばいいのよ！長年の幼馴染のお願いは絶対！だから結婚式は中止にしてね！リナって幼馴染がいたんだね。めちゃくちゃ友達思いのいい子じゃん。話していてとても楽しかったよ。え？実はリナの幼馴染だって子から連絡があってさ、幼馴染で私が認めない限り結婚式はさせないって言われて、だからリナとの結婚を認めてもらいたくて仕事終わりに会ってきたんだ。会ってきた？嘘でしょ？ヨウコと二人きりで会ってきたの？だって頑なに結婚は認めないからリナと別れろって言うんだもん。だから一応しっかり挨拶して、リナの結婚相手として認めてほしくて。ヨウコちゃんからしたら、俺はどこの馬の骨かもわからない男だろ。確かにそんな男との結婚なんて幼馴染として認められないよな。で、二人で会ったヨウコはなんて？無事に結婚を認めてもらえたよ。なんか採用面接みたいでめちゃくちゃ楽しかった。採用面接？年齢は？学歴は？仕事は何しているんだとかさ。あと、結婚に対する覚悟を聞かれて答えたりとか。もう、ずっと背筋伸びっぱなしで疲れたよ。本当に面接みたいなことを話してきたのね。おう、全部真面目に本心で語ってきたぞ。そのおかげか、最終的には結婚の許可ももらえてさ。とっても素敵な人ね。リナが羨ましい。と言ってもらえたよ。私とも結婚して？って冗談言ってもらえるぐらいには打ち解けたかな。いや、最後の言葉が物騒すぎるでしょ。ナイスケン、今すぐヨウコの連絡先を消してくれる？それと、今後はヨウコと二人きり会わないようにして。なんで？せっかく仲良くなれたのに。ヨウコは友達思いでも何でもないの。ただ私たちの結婚式を中止にしたいだけなのよ。実はヨウコも、数ヶ月後に結婚式を控えていたの。でも、いろいろとトラブルがあって、結婚自体が中止になってしまってね。それで私に、空気を読んで中止しろ！って言ってきているのよ。そうなの？もちろんそのお願いは断ったわ。でもそれが納得いかないから、大介に連絡したんだと思う。それを大介は友達思いだって勘違いしてしまっただけ。実際はそんなことなくて、自分のことしか考えていない子なのよ。でも、最終的には俺たちの結婚を認めてくれたんだぞ。それに、そんな自分勝手な人がこの世にいるのか？いるのよ。大介は友達に恵まれている人だから知らないだろうけどね。友達を語って足の引っ張り合いをする人たちは一定数いるの。特に陽子にはすでに前科もあるぐらいだし。前科？昔同じピアノ教室に通っていて、二人とも発表会に出ることになったの。でも陽子ったら、風邪をひいて当日欠席することになったね。
自分が休むんだから私も休めって私を無理やり欠席させたの。発表会用のドレスや楽譜をすべてビリビリに破いてね。マジかよ、めちゃくちゃ野生的な子じゃないか。そんな子はこれでおとなしく引き下がると思えないわ。だから大輔は陽子とはもう二度と関わらないで。もう分かったよ。あと他にも一応何か対策を考えておこうか。式場に頼んで出禁にしてもらう？あとは追加料金払って見回りスタッフを増やしてもらうとか。そんなに厳重にするの？だってドレス破る前科があるなんて普通に怖いじゃん。だからもっと厳重に対策してもいいと思うな。それに友達みんなが低価格で式準備を引き受けてくれたおかげで結婚式の費用はまだ残っているし。そうね、大好きの友達の皆さんが想像以上に安く引き受けてくれたのよね。だからこそ結婚式当日にトラブルは俺も避けたいんだ。もはや結婚式は俺たち二人だけのものじゃない、友達みんなの集大成みたいなものだからな。だからここはしっかり対策しておこう。それもそうね。それじゃあ私の方から式場に事情説明しておくわ。昨日の大輔さん、私がもらっていくわね。今日の結婚式は新郎不在で即中止。彼は今日このまま私と駆け落ちするんだから。は？慌てて控室に向かってももう手遅れよ。彼は今私と一緒にいるの。このままタキシード姿で私と駆け落ちするんだから。ちょっと待って、どういうこと？今大輔と一緒にいるって。まさかあんたの婚約者はこんなにいい男だったとは思わなかったわ。有名大学卒業の高学歴に加えて弁護士さんだなんて。学歴も収入も申し分ないし、何より性格は一番素敵よね。結婚したら奥さんの幸せを一番に大事にするって言っていたのよ。まさに理想の結婚相手だわ。お褒めにいただき、ありがとう。でも大輔は私の結婚相手なの。あんたとは結婚できないんだからね。私が彼と結婚するわ。あんたには大輔くんは釣り合わない。なれば今日、私と駆け落ち結婚するんだから。ようこ。前から地元を出るつもりでいたの。私を捨てた元彼のいるこの町なんて一秒でも長くいたくないからね。でも一人で出ていくよりも二人で出ていく方が心強いわ。だから彼のことは私がもらっていくわね。あんたの新郎は駆け落ちをお願いした私の手を握ってくれたの。新郎不在で今日の挙式は即中止ね。式なら昨日あげたけど。え？だから新郎の大輔なら私の隣にいるわ。なのであなたと大輔は駆け落ち結婚することはありません。昨日挙式してすでに入籍済み。大輔はすでに私の夫なんだからね。昨日挙式って何よそれ。それにあんたの隣に大輔くんがいるわけないでしょ。彼は今タクシーの姿で私の隣にいるんだから。私と駆け落ちするためにタクシー乗り込んだのよ。私に隠れて彼と一度会ったのに顔も覚えてないの？タクシーの姿で髪型も普段と違うとはいえちゃんと見比べないよ。一回で顔覚えられないわよ。でもあんたたちは今日結婚式でしょ？今日この式場でその一回室にいたの。だから彼が大輔くんよ。もう一度言うけど、私たちは昨日結婚式を挙げたの。あんたは知らないだろうけど、式は急遽日程変更したのよ。え？実は大輔のおばあちゃんが緊急入院することになってね。しかも病院から指定された入院日が私たちの式当日で、それで挙式の日程を一日早めてもらったの。入院前にできれば式を見せてあげたいじゃない。式場もたまたま前日なら空いていたからずらしてもらったの。そうだったの？大輔ってとても家族思いなの。いや、家族だけじゃなくて友達思いでもあるわね。だからそんな彼のために友達も皆さんから言ってくれたのよ。予定を合わせるから挙式日を早めた方がいいんじゃないかって。大輔って人に好かれる天性の才能があるのよね。嘘でしょ、待ってよ。じゃあ本当に昨日挙式したってわけ？うん、おかげで昨日無事に結婚式ができたわ。そして今日は予定通りおばあちゃんも入院して、今はそのお見舞いに来たところ。検査で怪しい黒い影があっての緊急入院だけど、思ったより症状は軽いみたいね。いい式を見たおかげで病気が吹き飛んだんだって笑っているわ。何よそれ、どうなっているのよ。それじゃあ私は誰と駆け落ちしようとしてるっていうの？一緒にタクシーに乗り込んだ人は一体誰なのよ。知らないわよ。でもタクシードを着てるってことは今日挙式する人はね、私たちとは一切関係ない人だけど。
ちゃんと式場に返しておきなさいよ。彼と謝罪もしっかりね。どうしよう、リナ。私は耐えられそうなんだけど、昨日間違って連れ出したシーローたちが医者にも請求するって。え？あの後すぐに人違いでしたってシーロー返したのに、なのに私のせいで台無しになった結婚式費用全額払えって。ギリギリ結婚式開始時間までには返したのに、なのに結婚式費用全額請求するってありえないよね。いや、そうなるでしょうよ。急に連れ出されて、新婦や式場がどれだけ大当てになったと思ってるの？新郎戻ってきたから、はい、元通りってわけにはいかないだろうし。全額請求されるのは妥当です。でも、人違いでずっと言わなかった新郎が悪くない？そしたら私は間違って連れ出すことはなかったし。は？私は今すぐ一緒に行きたいって連れ出しただけ。なのにスタッフだと思った。何が何だかわからなくて声が出なかったって。これって私悪くないよね。ちゃんと抵抗しなかった紛らわしい死ぬが悪いよね。あんただけが悪いわ、このドアホ。陽子が見ず知らずの人の式を台無しにしたのは事実でしょ。いいからおとなしく挙式費を払いなさい。それが大人の責任の取り方よ。でも、こんなの無理だよ。挙式費を400万もするって言うんだよ。それを一人で払えなんて絶対に無理。だから私を払えって言うなら、リナも手伝って。はぁ、なんで私が手伝わなきゃいけないのよ。だって私のお騒がしみでしょ。だから手伝って当然だし、そもそも一応悪いのはあんたでしょ。あんたは結婚式を中止しなかったのが悪いのよ。だからこの慰謝料を払わなきゃいけないのはリナなんだからね。ふざけんな。私はもう何も知らないから。だからもう私はこの町から出ていくの。こうなったら一人も出て行ってやる。慰謝料のことは全部あんたが何とかして、私はもう何もかも関係ないんだから。関係あるでしょ。このまま逃げて終わりになんてさせないからね、陽子ちゃん。まずは返すものをしっかり俺の友達に返してあげて。え？地元を出るのは陽子ちゃんの自由だけど。でも出るからにはまずはけじめをきっちりつけようよ。何？あんた誰よ。どうもお久しぶりです。先日リナと結婚した大好きです。町から出ていくって聞いて慌てて代わってもらいました。あんた私に何の用よ。友達に返すもの返せって何の話？何のことかは陽子ちゃんが一番わかってるよね。婚約破棄になったのに、指輪は未だに勇気くんに返していないし、それに結納金も1円も返金していないよね。この状況で町から出るっていうのはさすがにいないんじゃないかな。え？なんでそのことをあんたが知ってるのよ。実は俺、陽子ちゃんの元彼、勇気くんと友達なんだ。高校時代の同級生なんだけど、今でもやりとりしてるんだよね。そうなの？それでこの間、ゆうきくんと二人で飲んでる時に聞いたよ。未だに指輪も結納金も返してもらえなくて困っているってね。そして俺は友達が困ってるのを見るとほっておけない性格でさ。だから出しゃばりようで悪いけど返してやってくれないかな。友達の辛い顔はもう見たくないんだよね。うるさい！友達ならしゃしゃい出てくるな！こういう指輪売り払ったし、そのお金も結納金も私のもの！大事なこれからの引っ越し資金なんだから返すわけないじゃない！そっか。こんなに頼んでるのに返してくれないか。素直に返すぐらいならとっくに返金してるっつーな。友達は嫁の前でいい格好したいんだろうけど、頼んでも無駄だから。お金は一切渡さないわ。じゃあ次は弁護士として返金を要求するけど、それでもいいかな。すぐにでも正規の手続きをこちらは踏めるんだけど。え？知ってるよね、俺の仕事。あれだけ採用面接みたいなことしたんだからさ。ちゃんと俺の話聞いてたよね。地元で弁護士として働いているんだ。そして俺は友達のためならいくらでも協力したいと思ってる。だから今回のお願いを断るなら次の段階に移行するよ。次は弁護士として正式に返金請求を行います。そんなのずるいわよ。弁護士だって国家権力を持ち合わせたって卑怯だわ。何を言われても手を緩めるつもりはないよ。依頼のために頑張るのが俺の仕事だからね。今は実家暮らしなんだよね。となると請求書とかはすべて実家宛に送ることになるけど大丈夫かな。え？きっとそのままご家族にも知られちゃうだろうね。そうなったら地元を出るところか、そのまま一生帰ってこれないかもだけど、それでも大丈夫そうかな。一丈夫なわけないでしょ。親は関係ないんだから知らせないで。ただでさえ婚約破棄でいろいろと迷惑もかけてるのよ。ならするべきことはわかるよね。払うもの払ってから地元を出る。これが陽子ちゃんのすべきことなんだけど。え？それじゃあ早めの支払いをお願いしますね。
今日明日までに支払いがない場合は、すぐに請求書類をご実家に送らせてもらいます。わかったわよ。払えばよ、払う。払えばいいんでしょ、払えば。だからお願い、実家には絶対何も知らせないで。そしてその後、陽子は売り払った婚約指輪の代金と結納金すべてを一括で元婚約者さんに返金したそうです。そして迷惑をかけた式場と新婦にも請求された金額を消費者金融から借りたお金で一括支払いしたんだとか。しかし、消費者金融に出入りしているところを両親に見られてしまったらしく、せっかく隠していたすべてを暴露する羽目に、結果的に実家からは勘当され、所持金ゼロで一人で町を出ることになったそうです。今はどこで何をしているのか知りませんが、借金返済のために本職とバイトを掛け持ちしているという噂です。ちなみに私の夫の大輔はその友達の多さと人の良さで、弁護士は俺にとっての天職だと今日もたくさんの人の相談に乗ってはバリバリ仕事をこなしています。